バンラーレチャンネル。バンラーレ U15 の谷川雄生です。と昔体が弱くて、なので親に勧められて入りました。すぐなんか病気とか熱になったりして、そういうのがあったので入りました、と U15 はみんな元気で、最近声を出すことを徹底的にやってるのですごく楽しいです。と内田篤人選手です。理由は、試合中みんなと声かけ合ってコミュニケーションがしっかり取れてるので、それを目標にしています。いや好き、そういうこと。好きなチームはその内田篤人選手が所属しているシャルケです。日本だと柏レイソルのです。将来の夢はと選手権に出て、そこで1点でも多く決めれるように頑張りたいです。僕はトラップが得意なので、そこが自分のアピールポイントです。バンラーレ U15 の石川理想前です。と小学校の最初の頃にバンラーレに体験に来た時に、コーチの人たちが優しく接してくれて、それで入りました。小1の最初か保育園の時の最後らへん。練習の環境が良くて、土日とか平日とかでもトップの選手の人たちが教えてくれたりしてくれるところです。メッシ選手です。どういうところ。周りに囲まれてても取られないっていう個人技と、あとどこからでもゴールを狙って決める決定力がすごいと思うからです。バルセロナです、プロサッカー選手になることです。バルアレに入ることです。とゴールにつながるようなパスとかドリブルをすることです。バンラーレ八戸の U12 5年生の遠藤壮太です。中盤でサイドとか前にうまくパスを出すところです。遠藤選手です。パスもうまいし、シュートを打って入るのが入った時にうまくシュートに入ってかっこいいと思ったからです。6年生の方に混ざって東日本杯があるので、その大会を頑張りたいです。将来の夢は日本代表になって活躍したいです。バンラーレ八戸 U12 5年の山村隆起です。ドリブルです。メッシ選手です。テクニックやボールを運ぶところがすごいので真似したいと思います。新山翔地選手です。リフティングを1000回以上やることです。ネイマール選手みたいに、うまくなって全国大会に行きたいと思います。バンラーレ八戸 U12 5年の久保沢瑞希です。得意なプレーはトラップをして、サイドやトップの選手にパスを出すことです。イニエスタ選手です。敵に、ゴールを決めさせないように積極的に前からボールを取りに行くことです。ありません。はい、日本代表になって、みんなに、尊敬される選手になりたいです。Thank you.
バンラーレ八戸からのお知らせです。ゴールデンウィークはホーム八戸東で2連戦。まずは4月29日金曜日午後1時キックオフ。バンラーレ八戸が迎えるのは現在ファーストステージ首位、ここまで無敗の FC 大阪を迎え撃ちます。昨年もゴールデンウィークに実現したこの組み合わせ、バンラーレ八戸再び首位の座を奪いに向かいます。当日はイベント盛りやくさん、ラーメンでおなじみ熊さん株式会社のラーメンの先着1000名のプレゼント、抽選プレゼントも行われます。承知、青森ダービー絶対負けないからな、覚悟しとけよ。イエス、君には負けない。JFL ファーストステージ第10節青森ダービー実現、バンラーレ八戸対ラインメール青森、5月3日火曜日祝日午後2時八戸東運動公園でキックオフ。バンラーレかラインメールか、青森か八戸か、この一戦を見逃すな。バンラーレ八戸、年間平均観客2000人まで残り 24,818 人です。皆さんの応援をお待ちしています。